さあ今日も二葉書道会のマス目押しを使って北解説していきます。で、北って2つ美しいパターンあるんですよね。こういうふうに最終角を右に長くするパターンと、これ短くしてここの隙間を広くするパターンなんですけど、まあ、結論から言うとどっちでも正解なんですよね。男性的に力強くしたい場合は右で、女性的で柔らかくしたい場合は左かなといったところですね。まあ、大人の方が書くんだったら左の方がね、使いやすいんじゃないかなって思うんですよね。ただこれでやっちゃいけないのはこの3つ目ですね。これは右にも長い上にこの緑の部分ですね、この部分が両方広くなってますね。これも長いし右に広いとただただ横長い字になるので、どっちか一択っていう風にね、覚えておいてほしいんですよね。さあ、北で良くないのは、まあ、どちらにしてもですね、この線をこの中で一番幅広く見せたいはずなのに、この赤の線ですね、これ最も多いんですよね。これを長くしてしまうとこの線って長く見えないですよね。これ左側の点画も同じですね。もうやたらめったらにこうやって左にも右にも長くすると本当にかっこ悪い字になってしまうんで注意が必要です。まあ、せっかくなんで2パターン書いていきましょうかね。まずパターン1は間が空いているパターンですね。これすごい大人っぽいんでおすすめです。横線短くしてその分開けます。で、これを短くし広げるんですけど、長くしたくなる気持ちを抑えて短めにするんですね。これちょっと使いやすいと思います。で、あと一つポイントがあって、ここのラインですね、ここよりここ上に上げた方が絶対綺麗になりやすいです。まあ、2番目にある程度真ん中を狭くします。狭くすると左右方向に長く見えるんで、北一文字単体だったらね、こっちの方がかっこよく見えるかもしれません。まあ、これもやはりね、揃っているかもしくは上に上がっているかですね。で、これ無視してこういう風に下に下げてしまうとすごいかっこ悪く見えちゃうんですよね。あんまりこれ下に下げない方がいいです。右払いとは違いますからね。さあ、続いて筆ペンで解説していきます。まあ、どっちでもいいんですけどね、太さの考え方は一緒です。横線は細くなって、この縦線ね、徐々に細くなるような縦線がおすすめですね。で、これがあんまり長くなりすぎないように注意しましょう。で、これはね、やっぱり短く書きます。で、これは太い、細い、で、徐々に太くなるっていうのがね、これの共通した考え方になります。さあ、続いて大筆で解説していきます。まあ、やっぱり最終角のこう上跳ねがね、一番難しくなるんですけど、まあ、今日はね、ポイント絞りますね。よくやっちゃうのが筆先をこういう風に先行させてしまうパターンですね。筆って傾ければ傾けるほど薄くなるし、パサついてしまうっていうね、特徴があるんですよね。あと傾けてしまうと、この時にぐーっと根元の方に力が加わってしまって、根元が先行して穂先が最後についてくるんで、筆開いた部分で跳ねてしまうことになるんですよね。なので筆をこういう風に穂先を先行させることなくですね、しっかりと垂直を保ったまま上、まあ、前方に倒していくようにして書くと羽部分って綺麗になりやすいんですよ。こうじゃなくてこういうイメージなんですよ。これ覚えておくとだいぶいいです。羽方向に向かって傾けて、こうやって筆を上に引き上げていくことで細くしていくイメージですね。跳ねるっていうよりも上に引き上げて三角形の細い線を書いてあげるイメージですね。さあ、全体書いていきますね。筆ペンのおさらいにもなりますね。これは間が空いているパターンの大人っぽいパターンで書いていきます。これはね、徐々に細くなるような線がおすすめです。私ね、こことここの間隙間与えるの好きです。これより大人っぽくなるんでね。で、この払いは短くすることをおすすめいたします。で、太い、細い、で、下に長くなりすぎないように注意しつつ、で、これあんまり長くないんでしたね。で、羽先に向かって傾けるようにして羽部分の先まで書いてあげるイメージですね。さあ、続いて行書ですね。まあ、行書の方がちょっとこうやって傾けたり、なんかちょっと字が崩れたりしてもね、それなりに見えるので、まあ、楷書より行書の方がかっこよく見えやすいんですよね。まあ、全体的にこう曲線を使うだけって考えておいてください。さあ、ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。まあ、今日はお遊びというよりも、まあ、書き方によって印象って大きく変わってくるよっていうお話がしたいんですけれども、こうやって頭を長くすればするほど、そしてお尻ちっちゃくしますね、なんかね、すごい気が強そうに見えるっていうのはあるんですよ。これを反対に頭を短くしてあげると、なんかね、柔らかいイメージになるんですね。
まあ、どっちが正解ってわけじゃないんですけど、これね、筆跡診断っていう占いみたいなあの分野があるんですよね。まあ、文字を見てみればその人の性格が読めるということなんですけど、こう横線に対して縦線が頭上に長く突き出れば突き出るほど責任感が強いタイプで、これが頭が突き出なければ突き出ないほど、まあ、あんまり人の前に立つタイプではないっていうふうにされるんですよね。これどちらがいいっていうわけじゃないんですよね。だってどっちもいい言い方と悪い言い方できるじゃないですか。これ責任感強いねって言い方もできれば、悪い言い方するとデシャバリだねって自分大好きだねみたいにして言われるし、まあ、こっちいい言い方ですると、こう空気を読めるねみたいな考え方にもなるんだけど、ちょっとこう責任感がないねみたいな悪い言い方が捉えられるんで、どっちがいいとか悪いではないです。ただこの筆跡診断を使ってですね、印象を変えることができるんですよね。これ私よく使います。まあ、男らしく力強くね、なんかすごいオラオラ系にしたいんだったら左ですね、まあ、ちょっと大人っぽく優しくて、謙虚な感じを演出したいんだったら右ってとこですかね。で、まだいろいろあって、まあ、一部なんですけどね、これでもこの最終格を右に長くすればするほど派手好きになります。で、最終格を右に短くすればするほど派手じゃない、おとなしいタイプと言われます。これも筆跡診断なんですね。右払いなどが長くなるタイプは派手好きと言われているんですね。派手な感じを演出したいんだったらこれを長くする、派手な感じを演出したくない、柔らかい、少し、女性らしい感じにしたいんだったら右側がおすすめになるんですね。もう一つ羽があるでしょう。やっぱり羽は長ければ長いほど、これ粘り強さって表してるんですよね。これ羽短いと、まあ、しつこくないですよね。まあ、粘り強いっていうふうに言いますけど、悪い言い方ですると、しつこいじゃないですか。で、これ、いい言い方ですると、まあ、謙虚であるとか、まあ、あっさりしてるってなるんですけれども、まあ、悪い言い方ですると、諦めが早いっていう筆跡診断になったりするんですよね。まあ、こういうね、筆跡診断ってネットで調べていただくとすぐ出てくるんで、興味がある方は見てほしいんですけど、私はね、それを使って字の印象を変えたりもするんですよね。さあ、お遊びは以上です。今回はどちらかというと筆跡診断を使った文字の雰囲気変えっていうところになってきたんですけれども、まあでも楽しめたんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうか。北、まあ北に何の意味もないんでね、ついでに今日はいつもと違った感じで表現してみましたけどまあ創作って何でもありなんですよね。まあ要するにこれ右に長くすればするほど派手好きってことですね。はみ出してるから余計派手好きって感じなんですけど、まあ、美しい字を考えるのも楽しいし、こういうふうになんかいろんな面白い文字とかを考えてみるのも楽しいと思うんですよね。まあ、ぜひね、皆さんいろんなパターンでね、書道を楽しんでいただけると私としては嬉しいです。ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。来ただけでね、こんなハイボリュームでお届けしてるんで、2000文字の常用漢字をペン字筆ペン楷書行書アート全ての芯で使えるような動画作りをしています。ぜひね、チャンネル登録改めて、そしてグッドボタンを押していただけると嬉しいです。以上です。ありがとうございました。